えっとパッティングのお話します。これまあ、私のえっ、ー、と口の打ち方ではありません。なんてこう、えー、書いている、えー、動画ですけれども、でまあ、それをまあ、見ながらというかね。あのお話しすると。えー、私はあのアクシデント型のパターンをよく使っています。で、これのロフトをですね。あの。 べくなくしした仕様にしてますあれもね2度ぐらいついてるのかなだけど、えー、ロフトゼロにして使っていますでどうしてゼロにして使うのかっていうとロフトこうやって構えた時に構えでロフトが2度とか3度とか自分で作れるじゃないですかでアクシデントだと薄いから作れますよねですからそうやっってて作っといて あこれは今ロフトが4度だからこうやって打てばいいんだとかって言ってそこまで考えて打ってるんですよでこの方がいいんだって言ってアマチュアさんのパタープロでもそう5度とか6度とかロフトのあるパター使って、えー、なんかカチュンと打って運任せみたいなことやっているでそういうのが今までのゴルフの常識だったんですね。 で私はゼロにして自分でロフトを作ってそうすれば左に置けばロフトができるよねだけど左に置いて打てないでしょっつってうんあの打てないからロフトをまあ左に置いて打てますけど要するにロフトをねうんまあ当てるとこが下だから左に置いても打てんですけどであの ロフトをつけたら打てないでしょって言うけどロフトをつけてもカットに打てば打てるんですね。うん、で右に置いて今度あまりにテキサスやる時には逆ロフトにしてポツンとやるわけなんですけどもでそういう技術をまあ私が公開したら皆さんやってくれてます、えー、畑岡さんでも美香ちゃんでもこのテレビでやってるからああすごいやってる。 あまりにテキサスやってるなーって見てるるな見んですけど、ね、であのー、それをやる場合にロフトがですねゼロの方がやりやりすすいんですよ自分で作れるから感覚的に合ってくるからね。でクラブっていうのはロフトがみんな違うからうーんって面見ながら面と相談するなんてゴルフ大変でしょうだからパターが一番優しいのパターのロフトゼロにすれば一番あの自分の感覚で打てるからね。 ロフトをそこにあえてて自分で作って打つわけね。で左に置いてさロフトを2度とか3度とかつけてごらんなさいもう上で打てないからあの私の推奨している場所で打つしかないからねパターの、えー、ヒールにヒールじゃないソールに近い部分ねソールに近い部分で当てるしかなくなるからちょうどいいとこ当たるんですよ。はい、でそうやってパターをロフト0にだから使ってるんです。 参考になりましたでしょうかプロの方ねパッティングディスタンス1になりたいと思ったらよく聞いてやってみてくださいパターはあの薄いパターでも何でも性能は同じですで C て言えば長さはうーん長さはね15センチぐらいあった方がいい それが一番いいです。で、アクシデントじゃ短いじゃないかと。はい、今のラージボールを打つのにはうん。そうだね。多少短いかねっていうのはありますねえー。私もあのもうちょっと長い方がいいかなって思う時あります。はい。以上でございます。参考になりましたでしょうか？